by us silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow. はい、山津洋です。今回の動画は今まで飼ってきた金魚を紹介していこうかと思います。たくさんね、飼ってきたんですよ、ね、このようにベランダでたらいで飼っていたり、あとはね90センチ水槽で飼育してきました。あのこれなんかはね、実はブログ読んでる方はわかると思うんですけど、エアレー事故で全部ね落としてしまったんですよ。思い出ですね。この頃はね、娘もまだ小さくて、一緒にね名前なんかつけて飼ってました。このアズマニシキなんかいいでしょね。本当にね、思い出、まあちょっとね心が痛かったりするんですけど、まあね、金魚って一期一会でいろいろなね、この一匹一匹に、思い出があるんでね、たまにはこうやって振り返って見るのもいいかななんて思ってます。まあね、コメントの方にこの金魚何とか気になったのがいたらね、ぜひちょっと聞いちゃってください。まあ自分も覚えてるかどうかわからないですけどね。この一番右なんてブーちゃんで、ちょっと奥にいるのがモコちゃんとかね、まあ、あとはちょっと今すぐには思い出せないんですけど、本当に思い出のある金魚ばかりです。本当でもたくさんの金魚飼ってたんだなって今更ながらにね、久々に動画見返して思っちゃってます。本当な、まだ飼い方が下手なんだよな。だから今はね、本当に過密はやめて、少ない数で飼うようにはしてるんですけど、またいつかね落ち着いたらたくさんわしゃっと金魚飼ってみたいな。ということで最後までゆっくりご覧ください。
収録の瞬間なんとサイン2枚入り